どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。というわけでやっていきましょう。ストーレトン直球人生2、続きをやっていきたいと思います。22勝目がかかった中日戦、まあ自分の記録よりかは今回は勝ち星を狙ってやっていきたいと思います。試合プレイ、なんせこの後阪神戦があるんでね、やっぱりここでできるだけ、もう勝ち星を増やしておいて、それで天王山、迎えたいと思っております。やっぱりもうそうですね、2位と3位かなり今キビ、2位と3位じゃねえ、1位と2位だ、本当にゲーム差がないんでね、やっぱりここで、ヤクルトが勝って巨人が、あ、巨人じゃねえや、阪神が負けてくれればなんとかギリ2ゲーム開いた状態で、3連戦臨めるという形になります。負けられない戦いが今ここにある。絶対に勝つ、何が何でも勝つと、一つ足りなかったいうことが、まあ、やっていきましょう。意地でも、絶対勝つ、意地でも勝つ、何が何でも勝つだっけ、なんかそういう流行らせたかったんだよ。まあ行きます。うん、まあそんな、実況を始めた当初の僕でございます。いきなりヒットか。まあまあまあ、しゃない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 、まあゲッツー決めればいいしね。荒木さんゲッツーできる人じゃねえよ、そう簡単に。はいはい、ゲッツーができるっていうタイプの人じゃないからな。まあいい、バントですね。はい、先制はされたくないですね、最初はやっぱり。うん、できるだけやっぱり、よし、オッケーオッケー、抑えて、おい、おっしゃ、オッケーオッケー、進塁打にしなかったのはでかいと思いますよ。正直言ってやっぱ4番に上は、高めは危険すぎるんで、ギリギリよ。よっしゃ、まず先頭切った、これ大事ですよ、まず先頭切ってそこからですから。いきましょう、まだ1ゲーム差なんでね、2位と3位じゃない、1位と2位なんで間違えちゃうんだろう、いつも。うい、オッケー、150キロ速い。和田さんが絶不調なのはちょっと救われたかな。うん、よいしょ、あー、ボール球か。うん、難しい。じゃあ外角ボール球、あからさますぎましたかね、もうちょっとギリギリを攻めた方が、ういいいみたいですね。どうやら大吹さん抑えますよ。初球は高めから入ってみようかな。うん、でそれで決め球をギリギリの低めを狙ったり、足元、これは触れねえだろ、よっしゃ、やっぱりね、高め高め低め、これでいきましょう。うん、ちょっともう一回、村田高め危険か。ああ、でもちょっと高めで釣るのも手ですよね。オッケー、いい球いった。で、ふい、オッケー、急に低め来るとやっぱり振りたくなっちゃうのかな。そんなことはないか、逆に急に高め来るとどうしても振りたくなっちゃう。さあ、ということで3点リード迎えました。いいね。ここ抑えたいですよ。3点リードの後、どう抑えるか。ここが大事ですからね。東京ヤクルトスワローズ、頑張りましょう。オッケー。もうセリーグ、連覇に向けて頑張りますよ。はい、吉見さん抑えさせてもらいます。ファイヤー、うい。ここら辺かな、よいしょ。オッケー、抑えた。はい、足元ファイヤー、オーケー、三振、行きましたね。はい、抑えましょう。オッケーオッケー、いいよいいよ、ストレートストライク先行、ストレート重視というよりかはストレートしかないから、となればもうコースで勝負するしかないんです。外角低めファイヤー、オーケー、三振、157キロ、スピードがダンチなんだよ。ね、雄平が未だに3割上上を残しております。すごいことになっておりますね。はい、ヤクルト今年打線がえげつないことになっております。2016年、きっとこんなことになるんではないでしょうか。バレンティンの完全復活を望んでおります。ウカでございます。ちょっと落ち着きます。うん、実を言うと前回の動画からちょっと少し休憩を取りました。ずっと連続で撮ってるとやっぱり人間疲れちゃうんですよ。喋りっぱなしっていうのもありますし、ゲームなんてやっぱ長ずっとやってると目が痛くなるんですよね。肩も凝りますし、うん、だからちょっとやっぱ時々休憩を入れてやったりするんですね。だから多分ね、動画の間、動画を切り替えたら途端になんか喋りの調子が良くなったりとか、あるいは何かしらなんでしょうね、ちょっと調子が良くなったり、動画は同じか、喋りが早くなったりとか、そういう場合は基本的に、途中に休みを入れてると、思っていただければ、ちょっとめたい話をさせていただきました。めたいっていうのは最近知ったんだよね。ちょっとさ、制作者側のこう事情みたいな、そういうなんていうかな、ちょっとあんまなんだろうまあ、うん、そういう話なんだなっていう、うん、何の略かは知らないです。
要はだから制作者側の意向を言い過ぎみたいな、だからそれめたいよみたいな言うんですって。いきましょう。ほい、要はだから諸事情ってことだよね。はい、今日三振多いですね。8つ目ですでに。はい、いただきました三振。OKOK、 5回にしてすでに8奪三振。もうこれ今回は結構まあボール散らしてるので割といい感じに抑えられてますよね。で、決め球に全力ライジングショット打ってきたい。あ、嘘、フェア、マジか。うーわ、いい感じにフェアだったな。どうだ、でもバレンティン肩は強いよ。あー、無理か、それでも。いいとこ飛びましたからね。で、代打か。ルナ。うわ、5回3失点で降りるか。ちょ、かわいそうに。ヨシミさんでしょ？まあ、難しいですよね、ちょっとやっぱり。うい、三振！ 9 個目です。よっしゃー。足元ズバンと決めましたよ。さあ、こちら現在完封しております、現在。いいですね、ペース悪くないよ。えい。外角にも投げたい。時々ね。よっしゃ、セカンゴロ、一個、アウト。行きましょう。ああ、そっか、荒木さんな。いいバッターの、おっと、ファールか。ああ、できない、フェアだった方が良かった。今、一球で片付けられたらどんだけ楽か、こういう選手を。本当に思いますよね。ちょっと高めにファイアと打ってきたー。まさか、またいいとこフェア入る。これ、あ、でもシングルヒットよかったよかった。いいとこになんかポテン落ちますよね。うまいんだ、それがまた。よいしょ。オッケー。はい、じゃあ。どうだ。おっしゃ、ゲッツー来た。はい、ナイスキャッチ。無理か。あー、ワンバン。はい。さすがにでも、取っただけよかったもんか、今のは。まあ、ラッキーラッキーラッキー。取ってくれたのはありがたいですからね。やべえ！バコンバコンバコン。来るぞ、来るぞ。あー、危ねえ。おお、いいライナー。いいね。いいレーザービームでしたね。さすが、雄平と。うい。よっしゃ！あ、待って。1個で間に合うよね。よかった。ワンアウトだったら積んでたな、今。よかった、ノーアウトで。ノーアウトじゃない、ツーアウトでよかったよ。あ、ピッチャーゴロですからね。ギリギリの。焦ったー。はい。そして、7回入ります。もう、この勢いで行きましょうよ。もう、3点。このまま守って、完封目指して、頑張りましょう。ふい。オッケー、気合い入れていきます。スイ打ってきたー。あー、なんか流す当たりが多いな。流す当たりっていうか、ちょっとライト方向が多いですかね。少しここ村田さんでゲッツーできるかな。どうなんだろう、絶好調だから。そう簡単にホームランとかいっちゃうんじゃねえかこれ。待って、嘘、危ない。いったと思った、今絶対いったと思った。9割近くの確率でいったなと思った、今ので。あー、やばいな、今。だって弾道が行ったと思っ、もう、危なかったわ。高め危険ですね、これ。タイピンチ A が起動して、やっぱ球は速いと。159キロ出ますから、よいしょー。でだ、ここで、ここ、代打を敬遠して満塁策取りましょう。ちょっと怖いわ、周平さん。うい。はい、フォアボール。ワンアウトランナー満塁。狙うよ、ホームゲッツーか、あるいは普通のゲッツーでも構わん、この際。できればホームゲッツー。よし、来た。あ、どうだ、ファースト、え、まさか、どうだ、間に合うか、ゲッツー。間に合え、だー、ダメだったか。いいとこ転がった気がしたけど、ダメでしたかね。まあ、これいいや、ツーアウトになったし、せめて。抑えましょう、ここは意地でも。スイ、よっしゃ、159キロ、160キロが未だに出ない。奪三振は10超えました。よっしゃい。そして、なんとか1点、1失点のまま、多分これ9回は任せる感じかな。あー、まずい。あー、切れたかった。ちょっとあんま良くないですね。そろそろスタミナの限界が来そう。これは任したいですね。後続に。2点差だったら、あー、ダメだ。これは変えてくれ。ちょっと今、ストレート伸びない。球速はあるものの、ピッチャー小手だね。抑えました。よし、一応勝利投手いただきましたね。うん、勝ったんなら良かったよ。うわ、でも1点、痛いな、ちょっと1点は。まあでもそんななかなかうまくいくわけないですよね。作戦通り。はーい。22勝ですね、ちなみに。バーネットがセーブもついて、まあいいじゃん。ウィンウィンの関係で。ヨシミさんが4勝11敗。バレンティンが44号と。やっぱりちょっと連敗、なんか嫌だな、相手の選手。相手のピッチャーがひどい負け方してる場合がありますからね、ちょっと。コントロール経験値。お、今度、よっしゃ、1段階上がりましたね。はい、9月16日でございます。ちょっと移動しましょう。そして、休みだ。問題は次だ。阪神3連戦。よし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 。いいよいいよ。2ゲーム差つい。そして、よし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 。
よし、マジック8ついた。あとちょっと。もうこれ勝とう。そう、マジック8。これ勝ったらさらにマジック。よし、来た！一気にマジック6枚に縮みましたよ。さあ、これあるぞ。あるぞ、これ。マジック、ようやく点灯ですね。やったね。フリーが3回続くな。ちょっと、神奈川、お出かけしてみようかな。横浜でしょ？何かあるかな？装備品に、チンジャオロース、カレーライス。おい、この間、横浜の中華街初めて行ったんですよね。あ、テレビ局行けんの？ちょっと行ってみようかな。テレビ局気になる。ほい。勝手に行くのはあれかな？おい。あ、いや、そろそろ総選手じゃないですか。やっぱり、はい。あ、ファンなんです。ローカル局。あ、そう、AD。あー、見学。あ、行ってみようか、じゃあ。はーい。あー、間近で見られた。そりゃよかった。そうだ。今度よかったら、嘘！番組が出てくれ。え、ノーギャラ、ノーギャラで出れるの？あ、そう、ちょっと楽しみだな。テレビ出たいな。あー、まあでも、試合があるからな。もう体力的には余裕がありますし、ちょっと行ってみますか、お出かけ。ちょっとテレビ出よう。うん、出ます。ちょっと、いいのかどうかって微妙ならいいんだけど、PTB 行ってみます。はい。はーい、どうも、ノーギャラで。はい、テレビ出まーす。はーい。あ、深夜番組の収録。深夜出んのね。はいはいはい。はい、どうも、ゲスト番組、いいのかな？本来なんか、横浜だから DNA の選手出すべきなんだけど、あ、さよなら負け、マジか。あー、連勝止まったけど、マジックが5に、なりましたね。お、いいじゃん、月間 MVP 近づいて、はい。負けたもののだ。結構行きましたね。ちょっとお出かけしちゃ、ちょっと、飯食おう、飯。うん。飯食どこに行こうかな。カレー、あー違う。まだ余裕あるか？まあ、いっか。ちょっと、装備品を見よう。せっかくなんで。ああ。はい、スポーツショップでございます。何かあるかな？ニート、インパクトバット。あー、弾道は、経験値か。あってもなー。あー、そうですね。守備、あー、精密グラブ。EX 買っておこうかな。500万、いろいろあるな。 EX 肩アップ、あ、嬉しいな。あのスタミナプラス3か、嬉しいな。ちょっとこれは、はい、ゲットしておこう。で精密グラブも1、あでも EX あるからいっか。これ何これ、コントロール経験値プラスだったら絶対いいよこれ。はい、で、ちょっと変えてみましょうかね、アイテム装備品。はい、松岡さんのグラブ。でもこれ、請求、請求、ちょっと影響が直ちに出そうだな、これ。精密グラブも十分いいんだけど、どちらかと言ったらこれ、請求プラス4だったら結果変わんないしな。むしろこっちの方がいいみたいな。これね、買っただけ無駄か。そしたらスパイクだけ変えよう。ウェイトスパイク、EX。まあ、スパイク変えただけよしとしましょう。はい、というわけで、夜 DNA 戦でございます。次回も楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければ Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。